白髪予防と抜け毛予防、皆さんは何されてますか？意外とこれをやるだけで効果が出るかもですよ。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、先ほどもお伝えしたんですけど、白髪予防だったりとかね、抜け毛予防、皆さんね、いろいろされてる方も多いかと思います。で、今日はそれの根本についてご紹介します。まず白髪予防だったりとか抜け毛予防、どこが大事ってなったら大体わかりますか？そう、頭皮です。この頭皮をいたわったりすることによって結構変わってきます。なので、やった方がいいこと2つご紹介します。まずはゆっくりと湯船に浸かる、もう一つは頭皮を保湿する、まあ化粧水をつけたりとかね、あとはマッサージをする、これだけで格段に変わるかなと思いますので、これの理由について紹介します。まず、湯船に浸かるとどういった効果がね、髪の毛にあるかっていうことをご紹介するんですけど、湯船に浸かったら血行が良くなりますよね。まあ血の巡りが良くなるってことなんで、頭皮の部分にね、しっかりとね、血が流れてきます。そうなるとね、栄養だったりとか酸素が運ばれてくるっていう感じですね。そうなると頭皮のトラブルだったりとか髪の毛のトラブルが少し軽減されていきます。あの湯船に浸かると頭皮がね、バッと開くじゃないですか。バッと開くことによって汚れをしっかりと落としやすくなると。で、頭皮にね、汚れが溜まっていくと、もうそれもね、薄毛の原因になってしまうので、しっかりとね、頭皮を開かす、これもポイントになります。あとはね、やっぱり湯船に浸かるとね、ちょっとね、リラックスできる効果があると思うので、まあそれと同時に、まあ、抜け毛だったりとかね、白髪予防だったりとか、そういったものにも効果が期待できるかなと思いますので、ぜひね、1日10分湯船に浸かっていただいて、しっかりとね、頭皮に対して髪の毛に対してケアをしていただければなと思います。次に頭皮を保湿する、これが結構重要になってくると思います。お顔は保湿をするけど、頭皮を保湿するっていうね、方ってなかなかいらっしゃらないかな。抜け毛予防だったり白髪予防でね、いろいろ頭皮ケアをされてる方もいるかなと思うんですけど、でもほとんどの方は頭皮ケアってことはあまりやってません。なのでやっぱりね、お顔と一緒で頭皮もね、同じような肌です。なので保湿をしてあげないと、まあ、乾燥してきますよね。乾燥するとどうなるかと、ガーッとかきむしちゃいます。かきむしると傷がいったりとか炎症ができたりしますよね。そうするとフケが出てきたりとか、いろんな頭皮トラブルに見舞われる可能性があります。なのでしっかりと保湿をしてあげる。保湿をすることによって、まあ、多少なりともなじませるじゃないですか。で、それと同時に頭皮って何かこう動かしたりとかマッサージをしますよね。そうすることによってまた血流が良くなります。酸素が運ばれやすくなってきます。なので抜け毛だったりとか白髪予防だったり、いろんなね、頭皮のトラブルが改善できる効果が期待できるかなと思いますので、頭皮の化粧水もしっかりとやった方がいいと個人的には思ってます。という考えから頭皮の化粧水を販売させていただきました。これの使い方をね、今からやっていきたいと思います。では実際に頭皮の化粧水をつけていきます。で、もうつけるときはもう簡単なんですけど、頭皮に直でつけちゃってもいいので、トン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 って、まあ上からこう振るだけで結構出てくるので、それをまあ5、6滴ぐらい出してもらって、全体に行き渡らせるようになじませる、これだけで全然大丈夫です。乾燥してる方はもう少し足してもいいかなと思うんですけど、まあだいたいトントントン、まあ5、6滴、5振りぐらいでやれば問題ないかなと思います。で、本当にね、こんな感じで液体になってるので、もうこのままちょっと足りないところとかは出してつけちゃっても OK です。全体的につけたら、頭皮でもね、一番動かしづらい場所、このね、頭頂部のこの辺になります。ここをほんと軽く動かすだけで大丈夫です。もうほんとこんなもんで大丈夫です。これだけで終了です。これを1日朝と夜でやっていただければ、本当にね、あの1年経った時とかむちゃくちゃ頭皮柔らかくなるので、ぜひこれだけでやってみてください。で、この後に洗い流さないトリートメントをつけて乾かす、この順番でやってください。ということでね、頭皮の化粧水の使い方ご紹介させていただきました。めちゃくちゃ簡単ですよね。30秒ぐらいで終わるんじゃないですかね。それを朝と夜やるだけで全然ね、頭皮環境も変わってくるし、本当に血流も良くなって頭皮も柔らかくなってきます。頭皮が柔らかくなるとどうなるかって言ったら、本当血の巡りが良くなるんですよ。なので本当にさっき言ったトラブルだったりとか結構改善されやすいと思いますので、シャンプー変えたりとか生活習慣変えたりとか食べ物を変えてみたりとか、いろいろねされてると思います。それとプラスで湯船に浸かる、で頭皮の化粧水をつける、こうやることによって
だいぶ改善されていくんじゃないかなって個人的には思ってますので、今までねいろいろやってもあんまり改善できなかったなっていう方に関してはぜひお試しになってみてください。実際じゃあこれって抜け毛予防だったりとか白髪予防の効果があるのって言ったら、そういった効果は一切ありません。本当に単純に頭皮を保湿する、あとはね、健やかに保つっていう効果しか入れてません。なんですけど入れてなくても今のことをやれば結構予防には本当になってくるので、これを僕ね、お客様だったりと皆さんにね、いつもお伝えさせていただいてるんですけど、本当にこれを基本的なことが重要になってきますので、ぜひ皆さんお試しになってみてください。ただ白髪は老化によって出てくる可能性もあるので、顔周りに結構たくさん出てきてしまったらなかなかねこういったことをやっても治らないっていうのは現状あります。なんですけど進行をね遅らせる予防にはなるかなと思いますので、ぜひ皆さん試してみてください。商品のね内容に関しては概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。今日もね動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗になれるような情報だったりとかねヘアアレンジを発信していきますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録と、あとコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。